あら、つーくん。ちょうどよかった。母さん、つーくんにちょっと頼みがあるんだけど。お掃除してもらいたいの。お風呂とお部屋とおトイレのね。母さん、買い物に出かけるから、帰ってくるまでにやっておいてもらえると助かるんだけど。じゃあ頼んだわね。キャオス、部屋でずっと昼寝してたぞ。掃除は終わったのか？帰る？どこに帰る気だ？お前、いつもと雰囲気が違うな。ひょっとして妻の偽物なんじゃねえのか？あら、ずいぶん綺麗になったわね。お風呂とおトイレの掃除は？そう、ありがとう。たこ焼き買ってきたからみんなで食べましょう。待って、報酬はちゃんと受け取っておけ。お前はきっちり仕事をしたんだからな。あ、そうそう、はい、お立ち500円。もちろん、ズークのおかげで母さん助かったし、これはほんのお礼よ。待て、ズークが2人？母さん、そいつは俺の偽物だよ。